はい、こんにちは、レトスの小野です。5月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。宅建に合格する上で重要なことを一つお伝えいたします。それはルール、法律に基づいて答えを導くということです。多くの方が感覚で答えを導くんですね。おそらくこうじゃないのかな、一般常識から考えるとこれ答えじゃないかなって言って答え導くんですよ。で、これすごく危ないんですね。もちろん感覚で解ける問題もありますが、実際の本試験では感覚で解くと間違えるように工夫して出題してきます。そのため日頃の勉強から感覚ではなくてルールに基づいて答えを導くように習慣化していきましょう。それでは本日の3問に入ります。不法行為の被害者は損害賠償請求権を自動債権として加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方はこの動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸です。被害者に対してきちんと弁済させることから、人の生命や身体の侵害による不法行為、まあ、例えば人身事故ですね、の加害者側から相殺することはできないんですね。それに対して被害者側からは相殺することはできるんですよ。これ言い換えるとですね、被害者側が持っている損害賠償請求権を自動債権として相殺することはできます。一方で被害者が持っている損害賠償債務を受動債権として相殺することはできないんですね。このあたりはどっちがどっちだっけって悩む方いますけれども、被害者を保護する規定なんだ、被害者を保護するためのルールなんだということと、あとは受動債権と受動債権、これの意味ですね。これが分かっていれば解ける内容です。つまり、まあ、簡単な内容なんですね。こんなところでつまずいていてはいけません。個別指導の受講者については他の関連ポイントも含めて解説させていただきます。理解すべき問題なので絶対理解してください。理解できれば簡単な問題です。で、問2です。手付金等の保全措置ですね。宅建業者である売り主は宅建業者でない買い主との間で建物の売買契約を締結した。当該建物が建築工事の完了後で売買代金が2200万円であった場合、売り主は当該建物を引き渡す前に買い主から保全措置を工事内で手付金100万円を受領することができる、丸か×かということですね。これも考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、まず確認すべきところはここですね。売り主は宅建業者で買い主は宅建業者じゃないという部分ですね。なので発注制限が適用されます。で、建物が建築工事の完了後って書いてあったので、これは完成物件ですね。完成物件ということは代金の 10% を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要だということになります。じゃあ代金の 10% っていくらなのということですよね。今回の問題では代金2200万円なので 10% は220万円です。したがって手付金今回100万円を受領する場合って書いてあるので、100万円っていうのはこれ超えてないですよね。220万円超えてないので保全措置は不要です。したがって問題文の保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができるというのは正しいですよね。まあ、したがって今回の問題は丸になると。丸ですね。ということです。まあ、これは基本的な問題なんで絶対解けるようにしておきましょう。では問3に入ります。造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者、または請負契約によらないで自らその工事をする者を言う、丸か×かという問題です。これはもう丸ですね。造成主の定義です。定義。つまり造成主ってどんな人なのっていうことですね。造成主っていうのは、一つ目が宅地造成に関する工事の請負契約の注文者、もしくは請負契約によらないで自らその工事をする者。まあ、どちらか一方に該当したらそれは造成主だということですね。個別指導の受講者さんについては、この丸1と丸2について具体例、受講者専用のメルマガの方に載せておきますので、この2つの具体例を頭に入れていただければと思います。で、受講者さん以外の方なんですけども、これイメージできていますでしょうか。これイメージできているかが重要なんですね。これまで理解学習をしてきた方であれば具体例言えるはずです。言えない方は丸暗記学習の方なんですね。これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は理解学習に変える余地はあります。一方で
理解学習をしてきたつもりの方ですね。このつもりの方っていうのが一番危険で、自分自身が理解学習を実践できていないってことに気づいてないんですよ。こういった方非常に多くて、実際今年の試験で理解学習してきた、でも落ちちゃったっていう方はもうこっちに当たりますね。理解学習していたら多少ミスをしても合格できる点数は取れるんですよ。例えば、35点が合格点だったとしたら、40点ぐらいの実力があって、多少ミスして37点で合格とかね。37点であれば、42、3点は取れてたけども、もうちょっとミスをして40点で合格、39点で合格。まあ、こういった方なんですよ、理解学習してきた方っていうのは。だいたい合格点プラス5点ぐらいは、取れてるはずなんですね。で、多少ミスして、2、3点失点すると。まあ、いった感じで合格なんですよ。まあ、結局は理解していたら合格はできるんですね。一方で、理解してきたつもりの方っていうのは、ミスをしたとしても、またミスをしなかったとしても合格点に入ってこれないんですよね。だからそういった方っていうのは、理解してきたと思い込んじゃってるので、勉強の仕方を変えないんですよ。そうすると、次の試験も同じように落ちてしまうってことになっちゃうんですね。だからまずは気づくと。理解学習できていないってことに気づくってことがまず重要なんですね。そうすれば理解学習に変えることができますので、まずは気づいてください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。